はいどうもこんばんは、うのポテトです。あと4時間でですね、今年の供養歌といったこの時間帯に急遽アップすることにいたしました。と言いましたのも、3日ぐらい前に居酒屋主房ちからさんの方に手土産を持ってきてくれた人がいまして、名古屋やん手紙が来てますのでちょっと読んでみたいと思います。うのポテトさんへ、YouTube いつも拝見させていただいてます。面白いしためになるので応援しています。てっちんチャンネル、この方もチャンネル持ってるんや、 YouTube ね。はい、それでいろいろですねコメントいただいてて、この方は大阪の方で、まとまった休みができたら必ずいろんな日本中旅行される方で、四国4県もお遍路のようにいい旅行されて、その中でなんと今治が一番好きになったと。嬉しいじゃないですか。私はもう人一倍も私も今治愛を持った人間なんですが、大阪の方で今治が好きやと、もうできるなら引っ越しもしたいと、そこまで考えてるんです。まあ、仕事上、まあ、仕事がなかなかないので半ば諦めてるということなんですが、一応いろいろコメントを見てると今日まで、今治におられるという、それならせっかくやから会おうやないかということで、この後夜の10時に、主房ちからさんで待ち合わせしております。私人生初の YouTube オフ会です。私はね彼のことあんまり、もう 2,3 本動画を見させていただきましたけど、顔出しされてないのでなんとなくいう感じなんですが、相手方は私のことを多分動画でご存知だと思いますが、ちょっと今からドキドキしておりました。YouTube のコメント欄いうのを私、許可してなかったんです。それに気がついて半年ぐらい前から許可して、自由にコメントしていただくようになってから、九州は博多から仕事の関係とはいえ博多ポテト高級スイーツを持ってきてくれたりね、ほんでまた今回こうやって今治愛、うのポテトチャンネル愛のある方が訪ねてきてくれたりとか、本当に非常にありがたいお菓子をいただいてみたいと思いますが、はい、本当はライブ配信なんかねしたら面白いんでしょうが、やり方がわからないの。また来年はそういうのも挑戦してみたいですね。ですので今日はこの後10時に居酒屋に来まして、カウントダウンしまして、近くの神社に初詣いたしまして、その模様は年明けに編集して、アップさせていただきたいと思いますので、お菓子を買おう。これいっぱいある。最近お菓子安ないからね、こういうのもう値段大体わかる、いやらしいけど。名古屋おいしい、まんじゅういただきます。ほんま今から居酒屋あと2時間ほどで行くのに食べたらいかんねんけど、せっかく持ってきてくれたのに美味しかった言わないかよ、食べて。名古屋、なんで名古屋、旅行好きやから四国今治に来る前に名古屋に行って、それからまあ何ヶ月か前に、そのことはなるかな、その辺も聞いてみたいね。
これ一人では食べられないので、主母チカの大将と店の子いる女の人に何もごちそうしたいと思います。絶対ありがとう。はい、ということで、カウントダウン、そして初詣の雰囲気などはですね、また、年明けに、アップさせていただきます。皆さん、今年1年ありがとうございました。ただ来年もですね、まあ私のチャンネルはもう自分のブログみたいなもんですから、いろんなことやります。来年もいろんなことに挑戦してですね、アップにして皆さんに楽しんでいただけるような動画が撮れたらなと思っています。また来年お会いしたいと思います。はい、皆さんも来年いい年になりますように、健康に気をつけて良いお年をお迎えください。それでは失礼します。さらさらー。